安田淳大天正元年うるう9月7日は、北宋の大臣。字は、平中。送り名は、忠敏。頼光と敬称される。家州した県の人。性格は剛直で知られ、宋明信元項録には、安田淳城伝、百両国利という話が出ているほどである。太平公国5年、進士に及第。同年の進士に、王端、向井敏中、池流駅官、長英、明慶、射筆、馬良など、北宋初期の名臣と称されるものが多い。淳化5年には三期政治となり、真宗の即位後は、工部、教部、兵部で職を歴任する。慶徳元年には、同中書門下平章事の職に就く。同年冬、吉旦が清州、常典太后の申請により、軍を南下させ、河北の永州などを包囲し、北宋の朝廷は狼狽し、王金和からが南遷を主張する中、安田均は、真宗の申請を主張し、申請が実現。州で、戦線は、膠着状態になり戦縁の盟が結ばれる。慶徳2年に中書侍明と工部尚書を兼任する。慶徳3年に、王金和の讒言により罷免される。天亀元年に宰相に復職するも、天亀4年、帝位。千を門宮らの讒言により、宰相を追われ、雷州四庫三軍に左遷。任地で63歳で没した。1034年に名誉回復された。宋氏、列伝42、つてがある。氏はいなかったようである。小説、楊家荘園記では、楊一族を助けて、韓信、韓瞳を獄に下す忠臣として描かれている。ありがとうございます。